延命園の海安道、西面、中央の噴水池の左に6体、右に6体並んでいるのが、重視人心臓。海安道西面には他に、入り口扉の両脇のライオン像の口から水、扉と向かい合う階段最上部のイルカ像から、水、階段の手すりの54個の水盤から、水が出る。それらはすべてつながっており、水中を上げながら、下へ下へと滝になって流れる。 延命園の海安堂の現在の姿。背後の建物は柱を残して跡形もなくなり、噴水池は一部だけが残り、獣主人心臓も一部の台座のみが残っている。延命園十二世に獣主銅像は、新朝が建築した延命園の水力時計の銅像。頭は獣、体は人間の銅像である。延命園十二世に銅像。 延命園十二世二十種像、延命園、ブロンズ像、十二子動物像、十二子像等の名称で知られる。延命園の長春園の西洋式、建築西洋楼の一角をなす海安堂の西の方向にある噴水池に設置されていた。十二の動物とは、ネズミ、牛、虎、ウサギ、竜、蛇、馬、羊、猿、鳥、犬、豚の十二種である。 ネズミ、トラ、竜、馬、猿、犬が南側に、牛、ウサギ、ヘビ、羊、鳥、豚が北側に、八の字を描いて並んでいる。各動物が2時間ずつ時間を担当し、担当の時間になると池に向かって、口から水を噴射した。昼の12時には12体の動物人間が、全員一斉に噴射した。牛は散り払い、ウサギは奥義。 竜は玉、犬は銃、豚は弓とおのおの道具を持ち、おのおの所作がある。蛇は何も持たず、腕組みである。21世紀初頭の中国で、十二、十四人神銅像は、本物の延命園の銅像のほか、等身大レプリカやミニチュアのレプリカ等が展示されるなどしている。水面積が前園の2分の1以上を占める、水渓園である延命園に、 12体の十種人心の銅像は設置された。銅像はジュゼッペ・カスティリオーネがデザインし、ミシェル・ブノワが設計監修をした。実際の制作は新朝の宮廷匠氏による。12十種人心の水力時計は海安堂にある様々な水仕掛けの中で最も苦心した作品である。満州で都市計画に携わった官僚。 佐藤正の著書によると、やがて皆豊か帝の母親大号は、銅像が、怪異である、と嫌がって、銅像を倉庫に片付けた。高前城皇后没後の千八百六十年、アロー戦争の際に、フランス軍が延命園の略奪に注力し、イギリス軍が、新朝による、捕虜殺害への報復として、延命園を焼き払い、 その混乱の中、重主人振動像は流出、離散したとされる。しかしこの時、イギリス・フランス軍に、これらの像が略奪されていないことを証明する、後の中国国内で撮影された写真が存在するという主張がある。中国文学者、中野美代子による、月刊誌、図書記構文書によれば、延命園の略奪後の情景を報じた新聞の、挿絵に、 これらの像が残っている。その後、生体校が延命園の復興を目指したものの1874年、頃中止されたが、この頃に十二子像は移設されたと考えられる。1930年前後に延命園を調査したキャロル・ブラウン・マローンは、北京の冬の離宮にある十二のブロンズ像の写真を撮影している。したがって、像の頭部はその後に、 国内の人物によって切断され、持ち出され、骨董紙などで売り裁かれたものと推定される。実際、国境内戦、文化大革命などの動乱により、延命園はさらに略奪され、荒廃が進んでいる。延命園12世二牛首銅像模型2009年8月、チャンス賞紅葉誌の美人魚警官、貿易有限講師の法人代表で、延命園の管理者である、 ヒアカイセイ、ピンイン、LNG、ベシャング、レンベイシェンにより、十二十種人心が再現された。ありがとう。